こんにちは、辻原慎也です。このレッドレンザーさんからご紹介するのがこのライトです。皆さんね、ナイトゲームでヘッドライトっていうのはよく使うと思うんですが、このヘッドライトはすごいですよ。このレッドレンザーさんっていうのは、今回、この2年ぐらいですかね、釣り具業界のところに入ってきてますが、外国よ、ね、ヨーロッパはすごくもうすごい力のあるメーカーさんなんですね。で今持ってるのが、MH10 っていうラインでそうなんですけど、このライトはまず軽い。でこのバッテリーが外せますから、例えばこれをポケットに入れたまんまでライトだけ釣る、ね、通常ヘッドライトに頭につけるときにどうしても後ろが重たいと、で長時間使ってるとしんどくなったりするんですけどね、そういったあたりも、こちらを分離できるっていうのもすごいところですよね。あとこちらの分は充電式です。USB で充電すると使えるという。あとですね、光の方なんですが、通常のライトっていうのは照らした場合に明るいところと暗いところってできるんですけど、このライトの場合もうこの照らしてる面積全てが明るいので、例えば暗闇で糸をくくる、ルアーをチェンジする、ワームを刺すなんかね、そういった時なんかでも別にその焦点を合わす必要がないんですよね。でその段階で、このつけたままの状態ですぐにつけ替えれる。でね、この明るさっていうのはやはり安心に変わってきますので、この明るさっていうのパワーっていうのはねすごく大事なところなんですね。でこれで600ルーメンの力があるんですけど、この600ルーメンというのが一部分が600じゃなく、広く照らされている600っていうのはかなり釣り人のアドバンテージになると思います。あとこれを当然遠くのポイント見たい場合は絞っていただくと、フォーカス機能でね、遠くの例えば今からポイントに入ろうかなと、あまりバンとライト立ちたくないじゃないですか。そういう時にこういうのでポイントを確保したり、そのポイントまでの道のりを確保したり、そういう時にもすごく便利です。近場で広く探るのか近くするのかっていうのでね、変わってきます。であとこのまんまライト手元を照らしたい時はこのまま下げていただくと、手元でね、リグを組んだり、あと糸を結んだりできます。どうしても釣り人的に海を照らしたくないんでね、その時にパッとこの真下を照らせるというのはね、これもねすごくね釣り人にとっては嬉しい機能だと思います。レッドレンザー、今こう初めて聞いたっていうところがあるんですが、今回フィッシングショーに立ってて、いや実は使ってますよ、持ってますよっていう方もねかなり多いので、ぜひぜひ皆さん注目ください。注目のアイテムです。